京都人伝 OB の松井秀喜さんが本日2月10日から14日まで春季宮崎キャンプで臨時コーチを務めます。松井さんの現役引退後、春季キャンプで臨時コーチを務めますのは6年ぶり4度目となります。皆様盛大な拍手でお迎えください。